新潟市と北蒲原郡豊坂町にまたがる田んぼの中にこのほど立派な競馬場が出来上がりました。7月10日はその開場日。地元ではオラが町に中央競馬の競馬場ができたとあって大変な人気を呼びました。馬の運動会を見ようとおばあさんから子供まで詰めかけます。その幅広いファンの層が自慢。新潟は民謡の国。その蓋開けもローカル色豊かな踊りから始まります。お祭り気分の中テープが切られいよいよ本番です。今日の人気は再開記念レースに集まり、優美なサラブレッドのパレードに思わず見せられます。自分のお目当ての馬をどれにしようかとあちこちで額を寄せての作戦会議。投票所の売り上げも上々です。晴れやかに本馬場に入る夕春、そしてスタンドもまず腹ごしらえから。大レースの雰囲気が盛り上がります。緊張のうちに各馬一斉にスタート。白熱のレースが展開されます。馬の運動会を見に来たんだとはいえスタンドはやはり興奮気味。こうして1万の観衆は沸きに沸き全レースを無事終了しました。オラが町の競馬場、まずは上々の景気。どうやら新潟に新しい名所が一つ生まれたようです。